先ほどですね、これ撮りまして、もうアップロード済んだんですけど、角竜が、まあ、少しずつ、いろんなタイプが出てきてるとは思うんですけど、花で言えば亀山さんのが一番先に進んでる花になりますね。で、まあ、とりあえず、まあ、これからいろんな交配はしていくんですけど、角竜でもいろんなタイプが出てきてですね、今年、亀山さんのところからガラス場の角竜を、菊池さんが持ってったって言ってましたんで、おそらく闘竜会の展示の時に、展示すると思うんですけどね、まあ、これも展示に間に合えば、展示しようとは思うんですけど、まあ、それで、まあ、タイプとしてですね、名前付けてこないと自分が交配してても分かんなくなってくるんで、花茎が全部でですね、1、2、3、4、5本ありますね。まあ、それで、まあ、角竜ですから、まあ、もともと、このいっぱい角竜が出てるのを竜に見立てて、角竜という名前にしました。で、舞鶴で作ったっていうのもあったんで、角竜の角は舞鶴の鶴で、竜はこの姿が、ヤマタノオロチみたいなね、そういう意味でつけたんですけど、まあ、ですから、これも竜を使って、表現しようかなと思ってですね。で、角竜が5つあるんで、5つの竜にしようかなと思ってます。中国ではですね、まあ、竜は中国での伝説上の動物として誕生したんですけど、5本の爪がある竜っていうのは皇帝しかその竜を使うことできませんで、いろんな、まあ、身の回りのものに竜をあしらった時に爪が5本あるんですね。まあ、それなので、ここに今角竜5つありますので、これを五竜、5つの竜って書きました。5つの爪の竜ということで、五竜っていうふうに自分ではしておいてですね、これから後輩にこの五竜っていう文字を使いたいと思います。